報告敵小隊が第二防衛ラインを突破そのままこちらへ向かって進軍中ですこうも戦力に差があると、さすがに厳しいな。ノエルが正常から増援を呼んできてくれるまでの辛抱だ。それまで、なんとか力を合わせて持ちこたえよう <laughs> 作戦はシンプルだ。 ノエルが正常に行って増援を呼ぶ。俺らは敵の目がノエルに向かないよう陽動しつつ、敵の勢力をそぐ。あんま俺の趣味じゃないんだけどね。こういう自分を犠牲にする戦い方。あ、あの、私、その、ああ。 ははい、はい手紙ねえー、っと絶対に増援を呼んで戻ってきます信頼に応えられるようなるべく早く戻るので無理はしないでください <laughs> 大丈夫だよ俺もともと無理するの嫌いだしでもやっぱこうしときゃよかったって やらなかったことを後悔するのはもっと嫌いなんだ。わ、私も後悔したくないです。だから、増援、任せてください。王子、ノエルは任務を完遂できると思うすかヨキムは ノエルを信用して任せたんじゃないのかい信用どうすかね。正直、戦場での経験、実績を鑑みたら、ノエルを信用する材料は多くないっす。念のため、部下を一人つけたっすけど、それだって、バリバリの戦闘要員ってわけじゃないですし。だからもう、ここは最悪の事態を考慮するべきなんじゃないかと思うんすよね。 それはつまり、増援が来ない前提で作戦を立て直すってことか本当なら、もうとっくに増援が到着している頃合いっす。でも、まだ味方の姿は影も形も見えてこない。来るかどうかもわからない増援を待って、いたずらに部隊を消耗させるくらいなら、あなたはどう思うっすかきついことを言うようだけど、 今ここを指揮しているのは俺じゃない。決めるのは弱きむだよ。それは、キル姉さんでも同じことを言う気がするっすね。仕方ない。これより部隊の戦力を集中させ、一気に敵の対象を狙うっすよ 敵対象確認できずすでに後方の拠点へ移動したものと思われますくっ、<laughs> またか。どうやら敵は、こちらが早期決着を狙うのを読んでいたみたいだね。決戦を避けて敵の弱体化を待つ。圧倒的優位にありながらいやらしい、実にバルテらしい戦法っす。でも、 効果は敵面だ。こちらの兵は確実に疲弊しているし、士気も徐々に低下してきている。弱きム、本当にこのまま敵の大将を狙って進軍を続けるのか現状、それ以外にこの戦力差を覆せる方法はないっすよ。ノエルが増援を呼んで戻ってくれば、戦況は変わる。王子は まだノエルを信じているんすね。弱きもは信じられないのかい信じたい気持ちはあるっすけど、もはや信じてどうなるものでもないでしょう。今更何を信じろって言うんすか。それは、言葉、かな。ノエルが任せてって言ったのなら、俺はその言葉を信じるよ。 私も後悔したくないです。だから、増援、任せてください。ノエルは、体力があるわけでも、足が速いわけでもない。しかも、伝令なのに話すのが苦手ときてる。でも、キル姉さんやビクターさんは、なぜかノエルを認めてるんすよね。 私はお前の実績ではなく、お前の国旗的かつ特実な姿勢を買っているんだ。ああ。キル姉さんが言ってたのって、多分こういうことだったんだな。ノエルの言葉からは、その中にある熱意とか意志の強さを感じるんすよね。話べたなのに不思議な話ですけど。 積み上げた実績が信用になるのと同じように、相手への期待が信頼になる。なんか、分かった気がするっす。<laughs> おかげで腹が決まったっすよ。舞台は一時撤退。増援が到着するまで、逃げ回ってなるべく消耗を抑えるっす。死んがりは俺が務めるので、先導役は王子に任せるっすよ。俺は構わないけど。 大丈夫か連戦続きで消耗しているのは、弱きも同じだろ心配無用っす。王女さんから借りた、これを使う良い,い機会っすから。さあ増援が来るまで、もう一踏ん張り頑張るっすよノエル、信じてるぞ。